濃い色の花火で展開する。そして選曲はこの曲となりました。セレクトされまして、なんかね、壮大に知られていくその大きな揚げ音調の、ね、イメージと、これ横浜の、ね、山田屋さんという、ね、花火屋さんが今回協力いただきまして、はい、はい、いかがだったでしょうか皆さん、いかがでしたか、ね、こういう音楽との融合でいいですよね、はい、さあこの後もどん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 いきますけど、はい、いやーでもいいですね、花火って大きく見えますね、夏の風物詩、ね、それも山下公園で歴史があるこの花火、はい、おたくさんの方が、ね、来られましたけどね。さあ、この後も、どんどん音楽と、そして花火のコラボレーションをお送りしていきたいと思います、はい、さあ続いての準備ができたらですね、いきましょうか。さあ続いての第2ステージ、はい、こちらの方がですね、テーマ鮮やかな色合いの花火をスティービーかつそしてワイルドな広がりのある花火と、はい、これまたちょっと選曲もね、元気のある曲を、ルビーが選んでくれました。さあそれではスタートしましょうか。音楽の準備 OK ですか。さあそれではスタートしましょう。この曲でスタートです。スキャットマンプラスアルバムミックス。それでは第2ステージスタートです。
これやばいわ。花火も豪華ですか。